会場となるのは去年オープンした安曇の高橋節郎記念美術館。この一角にある高橋節郎の生家、この空間が彼らのミュージアムであり、また交流の場にもなるのです。芸大の講師で松本あがたが丘高校出身の宮原勝人さんと大学院生の石井拓郎さんは、留学生たちをバックアップする重要な役割を担っています。これも上が裏です。これはどっちが前、こっちが裏。そう、そしたら反対ね、うん、同じで逆。うわ難しい。石川で振られたんだけど帰り。あ、そうですか。なるほど。そう、ね、ほんとほんと、ものすごい裏ですよ。今回一番大きな作品を持ち込んだのはイタリアからの留学生ロサリアさん。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。このシステムでショパンチからイタリアナポリ出身のロサリアさん、金属の彫刻を創作しています。常に明るくアクティブな人です。ロサリアさんはどのテーマで物を作ってもそこには必ず愛が必要だと言います。私のロブ全然違う、みんなのロブ全然違う。そしたら深い作品ロブ入れるときすごい何でもできる。ロブ一番のパワー、ロブないときこれ死んだ。そしたらロブ大切と思います。7月18日、3日目のこの日が実質的な交流の本番です。素晴らしい、やったね、これずっと。そして唯一屋外に展示されたロサリアさんのオブジェ、自由をテーマに鉛で作られた力強い作品です。自由に対する深い意味を込めて作る。ギャラリートークには高校の美術部員などが中心に集まりました。これ何で触ってね、触って、いいんですか。いいよ。でも艶じゃなくて、例えば動物ね、この触って、このぐしゃぐしゃ触って、シャフトの触って、この一体だから見たことない、これ。ああ。涙。あ、そういう意味なんですね。そう、冗談冗談、昨日ね雨が降ったながら、昨日雨が降ったながらいいよいいよ、信じてできるよ、問題ないよ。いいよ、鉛使ったから見て、このぐしゃぐしゃね、すごい。穂高町町政50周年おめでとうございます。創造と信頼、新技術で環境と社会発展の調和を目指して、日立プラントテクの株式会社も。